はい、こんにちは。今回はウエスタンアームズから、出ていました、コンバットカスタム CC-3 ご紹介したいと思います。この CC というのはクラシックカスタムということでよかったんですよね。前回一つねお見せしたと思うんですけれども、これはまたそのね、別のバリエーションのものです。サイズはねコマンダーサイズですね。なんともかわいい。それにねこの懐かしい角型トリガー、前回ねご紹介した時も角型トリガーね、私と同年配あるいは先輩の方々はね懐かしいとよしということでね OK いただきましたんでね、今回また引っ張り出してみました。一緒に出てきたんですけれどもね、なかなかこれをね紹介する勇気は出ませんでした。というのもですね、あまりにね私これ持ってたのっていう意外性があったんで、当然ね、コマンダーサイズだから買ったっていうのはあると思います。というのも私もね、これも以前からお話ししてますけれども、子供の時はもうコマンダー大好きでね、はい。で、なぜそんなにコマンダーに惹かれたんだろうと思ったらですね、やっぱりこの例の二等辺三角形ですね、クーガーとかに共通するね、やっぱ美的バランスが非常にいいですよね。ほんの少し短いからってね、そうそうね、取り回しがね、どうこうって、子供心に思うわけもないんで、やっぱパッと見た目、ちょっと短いのかっこいい。まあ、簡単に言うとちょっと短いバランスいいねっていうことですよね。はい、それで随分ね、気に入ったんだろうなと思っております。はい、外観から見ていただきましょう。このクラシカルなね、まずフロントサイトね、これいいですね。ビシッと、ね、こうなっててね、はい、当てるぜみたいなね、なんかスポコン的な匂いを感じますよね。あ、一応ねダミーカートもね今回もねクラシックに合わせて、これクラシック、まあこれクラシックって言っても多分この玉じゃなくてこちらの方のね、玉を使っていたんじゃないかななんて思っています。はい、だなんか気分でね出してみました。でそれからねこの辺はまあ普通のね、ガバメントのねルックスです。これ本当いい加工してますよね、これ見てくださいよ。前回も触れましたけれどもね、セーフティーもね、なんかこの辺だけ非常に高級感が漂っちゃって、はい。まあ、この辺りのことに言及されてね、だからウエスタンブズのカスタムって結局お得だよって、ほら、型もないんですよ。お得意の型もない。ほとんどないです。ゼロとは言いませんけど、ほぼないです。と、こちら側はまあこういうね。で、フロントのビューはこんなイメージになります。でね、このボコッと分厚いね、はい、頑丈そうなねトリガーはね、一応調整可能になっておりますね、はい。でマガジンキャッチボタン、特にこれは背が高いってこともないと思いますよね。これ普通のやつでしょうね。あれ高いかな、まあ、普通のやつだな、ノーマルのやつだな。でマガジンはねこれまたねいいんですよ。こう絶妙なね、あまり主張しすぎてないバンパーがついていて、なんか押し込みやすいっていうよりもなんか落とした時に大丈夫みたいな感じなことないですか、はい。でガスを注入するようになっています、はい。それ以外は普通のねウエスタンズのガバメント系のマガジンですね。トリガーがねなんかやっぱりコマンダーらしさは残っていて、この辺特にそのなんか戦闘的にね、回収するっていうか、まあ、リプレイスするんじゃなくてね、本体の味を残したまんまのカスタムと。ただしセーフティーは両方で打てるようにアンビになっているけれども、ね、それ以外はね、あとはロングスライドストップぐらいですよね。非常に以前ね、このクラシックカスタムをご紹介した時にも、盛り上がりましたけれども、はい。シンプル、ね、ギリギリのカスタム、控えめなカスタム、いいですよね。チャンバーの上にやっぱ独自刻印が入っていて、そしてこのリアサイトですね。はい。これこそクラシカルってね、はい。もうねリボルバーからですね、はい。もうパッとここだけ見るとね、もうリボルバーのテイストたっぷりですね、はい。それがビトッとここまで来ててね、はい、いいですね。まあ、言葉悪いですけどね、取ってつけたようなカスタムみたいな。でこれがですね、はい、打ってみるとですね、非常に打ちやすく軽快でガツンとくるリコイル、
この当時のね、ウエストアームズ、本当に素晴らしい製品いっぱい出してくれてますね。我が家にもいっぱいありますけれどもね、おかげさまで楽しめております。箱はね、この箱ですね。で、ここにコンバットカスタム CC-3 ということですね。で、中身はね、いつもと同じです。ただね、これを見るとね、やっぱこの世代だよねっていうね、結構古いのかなとか、そうでもないんだよな、逆にこれは新しいんだよと思うんですが、新しいってのは私の中ですからね、もう皆さんにとってはずいぶん昔です。どっちにしても多くの皆さんにとっては。で、いつもの、ガバメントの共通の、マニュアルにと一緒に、この差分のね、限定品ですと。パーツのみの販売を行っておりません。どれとどれが限定品パーツなんですかね、みたいな感じですよね。はい。まあ、角型トリガーガードついてるから、もうこれはフレームも限定品なんでしょうね。スライドもこう加工されてるから、これも限定品なんでしょうね。ということで、みんな限定品になっちゃうのかなって感じですね。グリップは樹脂に中に重りが入っています。はい。たまには開けましょうか。私もね、これ樹脂とね、あの金属メタルグリップというのが後半出ましたよね。メタルグリップ、樹脂のグリップ、それと木グリ、一時期あの、ウェストアームズのやつはね、もう木グリ標準装備でね、ココボログリップ標準装備みたいな感じのがねついてましたけれどもね、自分で分かんなくなっちゃった時ありますね。ほら、樹脂のグリップ、でよくできてますよね。でもね、にこの重りがね入っていますと。で、ウェストアームズの重りは2種類私が知ってる限りあって、ここの部分だけの重りっていうのが昔ありましたよね。それに今度ここまでついてきて、さらに増量っていうことでね、はい、少しでも重さを稼ごうというね、まあモデルガンメーカーっていうかね、トイガンメーカーとしては非常にね、いい姿勢だと思いますね。やっぱりずっしりと重さがあるとね、打ってても打ちごたえが違いますし、で実際このぐらい逆にコマンダーサイズみたいになっちゃえばなっちゃうほど、ある程度ね、こうグッとね、手応えのある重さがないとね、固定しづらいですよね。空中でね、空中でっていうか両手で構えてね、そういうのを考えるとね、やっぱ重さっていうのはやっぱいいなと思いますよね。それとトリガーの引きとかでね、そんなにブレにくくなりますからね。やっぱり軽いとふわふわブレちゃいますよね。これはその点ね、程よいです。はい。で、そのマガジン内、失礼、グリップ内ウェイトのね、結果どのぐらいの重さになっているかというと、コマンダーサイズで864。なかなかですよね。この間のシグのやつより重いってことですよね、これね。はい。いいですね。じゃあ早速初速をね、測ってみましょう。シュバッと。ね。BB 弾を入れて。はい。ガス大丈夫かな？ちょっと足しましょうかね。ガス値上がりしてるみたいですね。私もこの間、まだしてないのかな。割とこのぐらいの値段だったらっていうのでね、少し買っておきました。はい。OK。じゃあ、ドン。よし。この安出の初速計で。パン。このぐらい出ました。一発目。はい。まあ、ウェストアームズのマグナ、本当に安定してるといえば安定してますね。今度はこのぐらいでしたね。このぐらいでございます。はい、だいたいね、なんだ見えやしね、 0.6 グラ6ジュールぐらいですね。はい、当然ね、十分ね、法定範囲内ということで、楽しく安全に遊ぶことができる範囲と言うんですけれどもね、どうですかね。最近エアコキなんか打ってね、特に10歳以上用のやつなんか打ってると、あのぐらいの平和な威力がいいななんてね、しつこいようですけど私なんか思っちゃいますね。ブローバックの迫力は欲しいんですけれども、弾はねそんなに強く出てくんなくていいんですけどね。まあ、ただいつも同じ話になっちゃいますけど、まあ、ゲームとかで使われる方からするとね、やっぱりレギュレーションね、ギリギリまでやりたいよっていう方もいらっしゃるでしょうしね。マガジンの温度は 25.3 度、室温もね25度ぐらいだと思います。エアコンバッチリ効いてますんで、ドーンね。なかなかちょっとね気に入ってるんでね、これはねいつでも取り出せるところにしばらく置いとこうかなと思ったのは、この試射結果のおかげでございます。当たりますね、やっぱりね。ここ狙いました。こ
ここに行ってます。どうします、このリアサイト調整しますかってことなんですけど、ちょっとしません。はい、自分で感覚的に下げて打つようにして真ん中を狙ったりしようかなと思いますね。どうでしょう、なかなかね、ウエストアームズの中でも優秀な方だと思います。これはね、ジョーの部類です。総じてね、このぐらいの頃の、まあ、この頃のって長いですけれども、10年ぐらいまで、8年ぐらいまでかな、のウエストアームズなんかは非常にね、どの製品も買って開けてみて打ってみると、もうそこそこ当たるじゃんって、私も贅沢になっちゃってましたね。ただね、一度ちょっとすごい30メートルぐらいのね、環境で打てることがありましてね、まあ、その時にね、ウエストアームズと KSC とかね、丸いとかね、持ち込んで随分比べてみたんですけれどもね、やっぱり一番弾道フラットだったのは丸井さんですね。丸井のあの頃のグロックの17ですね、ふーってまっすぐ飛んでいきますね、やっぱりね。KSC さんのやつの最後はどっちかにこう動く。でウェスタームズの場合は固定ホップになったばっかりだったんで、もう大リーグボール2号みたいになってましたね。はい、まあ、それでもやっぱりある程度遠距離が、まあね、遠距離の集団性というよりも、例えばマンターゲットにヒットできればいいよみたいな感覚だったら、ああいうのもありなのかなとあの当時は思いましたけれどもね、まあ、ただ私はやっぱり初期の頃のやつでね、で近距離でね、タバコ立てといてそれ打てるっていうね、最初の頃のガバはそんな感じで遊んでましたんでね。もっと言っちゃうと、これからもやっぱり例えばノンホップみたいな感じでね、そういうバージョンもね、一緒に、簡単な、そんな難しい話ではないと思いますんでね、そこら辺ぐらいはなんか選べるようにしてほしいというね。まあビルトゥーオーダーみたいになってしまいますとね、コストが上がっちゃうんで、そんなことね、我々ね、買うか買わないか分かんないユーザーが希望してもしょうがないんで、はい、そんなことでね、やっぱこれからもね、ウエストアームさん本当はね、いい製品出して頑張っていただきたいんですけれどもね、残念ながら最近は買う機会随分私の方は減っちゃっていますね。どうでしょうか、このクラシックカスタム3ね、ここ主張してますよね、すごくね。はい、なんかね、昭和の時代にね、タイムスリップするようなね感じの、格好、あとこの角型トリガーね、実際実用性も高いんですよね、これね、私は大好きなんですよ、これこうね、下からね、グッとこう持ってもよし、ちょっとこっちからね、こうしてね、こう横の圧を抑えてもよし、このね、ちょうど微妙なこの辺を押さえてね、両方兼ねてみてもよしみたいな感じでね、これをどう使いましょうかみたいなねことを考えているのもね、なかなか楽しいもんでしたね。はい、まあ、もちろんね、当時は MGC のモデルガンと、ウェスタンアームズの、カスタムのモデルガンでこういう格好をね、皆さん楽しんでたと思いますけれどもね、それがね、まあ、2000年に入ってからはね、こういう形で実際打てて、なおかつ、まあ、先ほどのこの試射結果じゃないですけれども、このぐらいね、5メートルで当てられるんだったら、いろんなね、まあ、ちょっとした競技的なものもね、もう存分に楽しめると思いますよね。あとグリップなんかいろいろね、お好みで変えてみるのもいいでしょうしね。はい、まあ、そんなね、いろんな、こんな風に使ってみたいな、あんな風に使ってみたいなみたいなね、あそこを狙ってみたいなみたいなね、そんなね、夢も育めるようなね、まあ、なかなかね、私コンパクトで気に入ってますこのカスタム。はい、できればね、もっと短くてもいいかななんて思ったりもしちゃったりしますね。はい、ということでね、懐かしいクラシックカスタ、あ、懐かしいカスタムをウェスタームズが再現したシリーズですよね、これね、CC3、ご紹介いたしました。ではまた。